빛이 나타날 때가 있습니다. 쇼토. 다람쥐 헌채바퀴에 타고파. 確かに絶対失敗しにくい組み合わせではありますね。そしてロクが現時間付きで同時接続者なんです。一体どうしたんだ。では早速最初のゲームを始めてみましょう。説明から聞くとなんだか期待より怖いです。まあそれは私もそうだよ。基本的にシステムは競争と流れます。指定されたカツの恐竜を他のチームより先に狩ればいいというルールです。時間の争いなら気を使うことが多いでしょうね。そしてそろそろ始まるみたいだね。ビジ七面鳥の登場にしてはインパクトを作る。そしてもちろん他でもなく恐竜たちを相手にはコンセプトを捨ててください。嫌なチームメンバーに迷惑だよ。今回は5対4で考えればいいんですよね。良くないんじゃなくて個性があるんだよ。初戦だから何も知らない状態でコス4のキャラクターに4つ辺境をさまようこと。え、なんだよ個性とは言いません。一人で喧嘩できなかったじゃん。一人で喧嘩できなかったね。初めてのトローリングおめでとうございます。召喚される位置が 1,2 箇所ではなかったですね。一瞬油断しました。これからはちゃんとやってみましょう。一箇所だけで止めるつもりだったらもっと起動キャラになってはいけなかった。少なくとも他の方々が良くしてくださってよかったです。いやそれでも少しゲームをして現在まで空振りだけで最終4回目です。少しのレベルじゃないです。今回も他の方々がうまく得してみよう。なんだあれ空中持ち。おめでとう今回も。もう本当に見物しかできない境遇になってしまいましたね。うまくやれたけどと思うけど、そこで剣技でも出るんじゃなければそんなはず。ちょっとあれはできない。遠くも飛んでいきますね。飛ばしたら良くないんじゃないですか。専門のロボットができるのが仕方ない。スワスは強いんだけど、スワスの絶滅理由が硬いインフィンジメントだったなんて、4分でも1つ書かなければなりませんね。プラス脱毛治療。それなりにだんだん容量が調節しているみたいだけど。本当ですか。初戦から負けるわけにはいかない。状況がかなり良くないですね。勝つ気がしないんですけど。こういう時はやっぱり他の家とのコラボが必要な状況ですね。また何をしようとして。いやいいからやめましょう。それでは皆さん歓迎してください。やめろってば。ビーマーとパクリを懲らしめるために海を渡って走ってきた。無駄用事件に。いよいよ戦闘らしい戦闘です。1匹しか出てこないね。中間のスポジションなんでしょうかね。大型モード1つしかないので攻撃と回避だけ集中できます。ああそれなら今こそこのキャラクターが活躍できなければ本当のトロラー特定なんです。いいですよ、やってみましょう。まず究極に変えてみました。ゲームを始めて今まで終点するほど時間がかかったので、それだけの使い道がある。それだけの使い道は何ですって。まず攻撃を。あれが防いだんですか。防いだんだ。殴られたのが防いだんだって。体力がなくなったけど防いだんだ。まあ他の方が何してない。それも防いだんですか。身を曲折の末ファイナルミッションに来ました。今までと何が違うんですか。前半戦が終わったら最後のミッションの内容が決まって、この最終戦で勝ったチームがゲームの勝者になるんだ。事実上速度争いでずっと押されても今が一番重要なんですね。前半戦に意味がないのが。まず恐竜と戦ったチームが最も早く最終戦に入場できるので、一戦のミッションが意味がないわけではないそう。そうなんですね。今あのチームと私たちのようにです。状況が普通良くないレベルじゃないんですが、早く追いつかないといけないのに。目標物の動く速度が人数についていくので、同じようにすれば遅く始めた私たちが負けます。それなら直接攻め込んで邪魔をしてみようか。最初に導き出される結論が無理ですか。一体どんな考え方なんですか。書かれた。はい殺伐としていますね。ところで何ですかあれは。あれは恐竜を操って攻撃できる特典。負けているチームに先に与えられるが、後で相手チームも使えるらしい。恐竜操縦はいつもロマンですね。ところであれがあるとき一緒に入らないといけないのか。あれがあるから後ろで車だけ置けばいいんじゃないの。上をちょっと見上げてみますか。ね、また何言ってるんだ。本当に入ったの。よし行こう。この火燃やして。角は熱いからやめましょう。え、おい、やったの。やっぱり帰って休んでるから楽でいいですね。実は恐竜が全部やったんですけど、なんだよあれは。リスニーの道路かな。これ負けそうだけど下手したら。厳密に言えばさっき押された時点からすでに敗北確定です。いやなんとかなるよ。あれが早く直して出ればいいんだよ。だからあれが。あそこも今喧嘩中。あいつも来たんだけど。ちょっとあいつがなくなる。他の方々はあれを掴まないと何をしたんですか。みんな集まるとき一人で先に抜けた人が言うことではないですよね。ここにはちょっと黙ってろー。さっきから効果音が来るんです。いくぞあら、ポンっていいですね。やっぱりバイオハザード6で鍛えられた大恐竜集権術が先るわけがないですよ。あのゲームが一体なんであれがあるんですか。OK 勝ちました。じゃあもう負けました。え、負けたってば。はい次に入ります。今回はキャラクターを変えてみました。これは何が違うんですか。まず銃を持っているのがまた消えない開演の世界に必須な装飾でした。次に BQ をして使える特殊スキルでバイオハザード大中継。なんとなく作ったところが書き込みだったのに、少なくともそこにはチェーンソーが出てこないですね。幸いのだよ。それで変えたキャラクターはどうですか。まあとりあえずいいね。確かに単純なのが一番ですね。体力も今の方があるかに多い。そしてスキルがなければ銃しかないからかっこよくない。さっきどうだったのか考えると確定の勘だから文句はやめてください。やはり無駄にレシャバルのではなく適当なものが似合います。もともとの計画は確定だ。それじゃなかったのに。一
道はあるんですよ。これはちょっと違いますね。総合魚ミッション、ペースがいっぱいになるまで防御区域の近くに立っていなければならない。要するにあのマーカーが私たちの部屋だということですよね。誤解ってことだ。すごく集まってきますね。ジュラシックパーク以来世界に広まった量産型恐竜映画よりは少ない。チームの競争とは似ており進行度もスムーズ。何か今回はいい感じだ。ちょっとあそこからも来たらの。それでもなんとかやり遂げました。チーム員方々に本当に感謝しないといけません。まあ一応今回はかなり早く終わらせたので最終戦でも相手を抑えられます。でよー、これ操作があるんじゃない。でよー、確かに同接者100名台ゲームで初心者が最初から勝つのは大変ですよね。そういえばマップも同じですね。デジャブ体験しっかりしていきます。なんでもう14考えてんです。先ほどでは状況がそんなに悪いわけではないですね。ロードマップとミッションも同じものがかかったので新しいギミックにパニックにならなくてもいいし、遠距離キャラクターだから一人で別に敵チームを妨害することができます。今度こそ勝ってみましょう。選手の格差を縮めるためには変数が必要だと思いますが、さっき恐竜操縦を一度私たちがやってみるのはどうですか。突然空に大きくて恐ろしく交渉の悪い怪獣が落ちるほどの変数がどこにありますか。リバイクには少し危ないと思うんだけど、本当に休泊するときに使わなければならない。ちょっと待って、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 34年以上経ったなんかはもう手放すべきじゃん。クレイジーな警告はそのように死にました。やっぱり結婚もできない格闘家を信じるんで。あ、落ちてきたか、本当に止めなさい。やっぱり南アメリカの下町出身はダメみたいですね。そのいうことを盗み聞きしたですね。意外と簡単に処理して気が抜けます。体力がかなり削られてた。それより早くキャラクター変えてなかったら今なんだかんだで序盤から特殊キミックを全部使ってしまいました。定石通りにすればこちらが勝ちませんか。まあこのままじゃどうせお互い合うから近づいた時に何とかすればいいんだよね。もう2回やったんですが責任感が発したらこれからどうするつもりですか。まず恐竜たちは大体整理されたようですね。もう少ししたら勝つ相手チームが先に来ないから今邪魔と思ったら続きました。オッケー、格差が少しあるんですがどうにか足を縛っておけば振り抜かすことではありません。そちらもそれを知っていると思いますが、それには一旦出しを割ろう。手に入らないと壊してしまうということです。いやいや、これ戦略だよ。ゲームの進行を垂らす戦略。ハートが壊れたらまた治るまで進行だと思う。その間ずっとしたらまた勝てるかもしれない。今信じるのはそれしかないんですか。ところで私たちも割れそうですけど。あ、ちょっと待って。クレイジーな警告はまた死にました。いや、いつかが間違ってるんだよ。それでも世界は回っている。お前もう一度貸しを。バカさん、お前は。ああ、ダメだ。もう不快が一つのように。それでもいつかは勝つでしょ。それだけ。でなんだ。壊したんですけど。到着もしたんですけど。なんだ、急にどうしたんだ。うまくやればできそうですね。こうやって近くに集まった敵を破壊できるのが、チーム員と一番に貢献。はい、貢献。いや、ないよ。バカ貢献、何貢献なの。さっきから上ごとをよく言っているようですが、最近悩みで。ここ絶対弱にあります。あっ、あっ、あっ、あっ。これから流行っていたことだけをやることに。はい、いいや。